な、絵に。ねえねえ、目と目と起きてる、まだ。今寝てますからね。ちょっと待ってください、ね。なんだよ。ねえ、ちょっとさ、ねえ、目とって好きな人いる？はい、ちょっとそんな、あの、今日だから。修学旅行の女子部屋や。ちょっと教えてよ、好きな人。誰にも言わないから。結構聞こえてるけどね。本当に堂々部屋で。誰にも言わないから、誰にも言わないから。誰も、待って、誰かいない？やばい。見回りの先生が。見回りの先生。ごめんなさい、寝てまーす、寝てまーす、ちゃんと寝てます。見回りの先生、この部屋で寝始めたって。やだ。新しい。一番気まずい。何の話もできん。やり過ごすとかじゃないもん。バレ。いや、30分いや、作ってこようかな、一応まあ、いっか。あ、いや、スケルトンあげるよ。あ、違う違う、ヒナの範囲77本落としとくよ、これ。ナイフはございます。あれ、うん、ナイフはナイフ、剣は剣。あ、もっと欲しかった、言ってな。えぇ、ー、本当に。あ、これ、どわ、あとで俺、もうほんまにあと120本欲しい。いいメッセージ、才能、弓あって。お前、誰や、お前。大丈夫、大丈夫、大丈夫。動向脈は動向脈もある、ここに行くよ、ここはぁ、あ、うわぁこれ行くよです。どうルリとかって何に使うの？カヌーウィルトン。ルリ、ルリ誰よ、ルリって。ロスとかじゃない、取ってるわ。誰ルリって。キロコ、キロコ、キロコ、キロコ。違う、あのルリって誰？違う、あの違うよ、あれ、お前、私よ、お前ルリだったのか。ねえ、リサちゃん、ひ木のタンクってねえ、へんのかい。ちょっと今帰ってるねえ、へんのかい。今木入れるのか。男子寮よ、ここ。あの、助けてください。あんた、女子寮帰りなさい。あんた逃げてきたんです。何逃げてきたって。なんか、しょうがないね。今日出てよ。ありがとうございます。聞かないけど、ありがとうございます。ベッドないか。帰るのよ。ありますよ。もう神手さんのベッド作ったよ。配りだから。男子寮と女子寮だよ、でも。でも男子寮。うん。花嫁男子寮で寝てるってマジ？だって。もうマジかよ。家に帰りたくなくて。え？女子寮で寝てるやつらもおるぞ。もう。ここが明らかにヤバいだろ。確かに。やっぱさ、とんでもないぞ。いつモンスターが襲ってくるかわかんないから。男子のベッドないです。でもいいだろ。お前だよ。課題のベッド多すぎるやろ、お前、ここ、お前。この人、この人シングル2つでダブルベッドにしようとしてるから。傲慢やねん。よし。ワイピョンもちょっと眠くなってきたぴょん。無理でーす。ワイ